何を言ってるんだ。京都批判をした海外ジャーナリストに海外が激怒。歴史と伝統、そして美しい風景で知られる日本の都市、京都。何世紀にもわたって日本の首都として栄え、その間に多くの寺院や神社、歴史的建築物が建てられました。そして今でもその多くが残されています。京都の街並みは、そのまま、時が止まったかのように、古い家々や石畳の道が並び、そして川沿いの風景は、古代の日本を思い起こさせます。また、神社仏閣の宝庫でもあり、金閣寺、清水寺、伏見稲荷大社など、見逃せない神社や寺院が点在しています。それぞれに独自の歴史と伝説があり、それぞれが独自の魅力を持っております。そして、季節ごとの自然の風景も京都の魅力の一部です。春には桜が、秋には紅葉が美しい景色を作り出します。これらの風景を背景に、古い街並みを散策するのは、まさに時間旅行をしているような感覚になり、これらが日本人にとっても、そして世界中の観光客にとっても非常に魅力的な都市である理由になっているのです。さて、今回ご紹介するのは、ジャーナリストのマリエさんが SNS で投稿した動画の話題からになります。動画の内容は、京都の街や神社仏閣などで撮影されたものではなく、一般的に、京都のイメージとはかけ離れた、特に何もないような場所で、京都はつまらない田舎であり、京都に旅行すべきではない、といったような発言をされたものでした。Hey guys, Pasty here. I am doing really bad right now. I'm in a field. I came to this place because it was on the top of a hill and it was supposed to be like a famous execution ground for the Japanese.And I got here and there's literally nothing here. It's just weeds, kudzu, old branches, wires, a building, and me. And in general, I am super disappointed in Kyoto. I thought this would be a traveler's dream. I thought this would beAn amazing place to go to see a new culture. In reality, all I see in Japan so far is a scene that looks like something in North Alabama, basically one of our worst US states. I have never been more disappointed in a place that I visitedin Japan. I don't know what to say. この内容に日本の方々も反応されていましたが、京都をこよなく愛する海外の方々からもたくさんのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。美しい街なのに何を言ってるんだ。美しい京都を見せようじゃないか。日本で行ってみたい場所があるとすれば、それは京都のような場所だ。あなたがそれを嫌う理由はまさにその通りだ。八坂神社、伏見稲荷、京都タワー、錦市場、金閣寺、祇園のどこを歩いてもいい、街は華やかで、活気と個性に溢れている。京都にがっかりする人がいるでしょうか？ずっと行ってみたかったんだ。その国の歴史的な場所って、観光地よりずっといいと思うんだけど、
この子は美しい町の最悪の場所を選んで、その上、その国は最低の国だって言ったんだ。彼女は自分のバカさ加減を、胸を張って大声で言った。なんてバカなんだ。正直言って面白いのは、映像の場所が京都ですらないことだ。京都はお寺、観光地、素晴らしい大学、そして今まで食べた中で最高の食べ物。これは京都の郊外にある適当な丘だ。事実、京都の裏山を散策することを想像してみてほしい。雑草だらけのトレイルウォーク、それは楽しい経験になるでしょう。でも日本にはマリファナは持ち込めないよ。2019年に京都に行ったが、今まで行った中で最も美しい伝統的な場所の一つだった。普段はあまりエネルギーを使わないアクティビティを楽しむ方ではないが、機会があれば川辺でリラックスしないわけにはいかなかった。京都には見どころがたくさんある。一つの場所に身を置けば、周りは決して自分とは出会わない。これが無料のプロフェッショナルな旅のヒントだと思ってください。彼女は東京を京都と読み間違えたんだろう。おそらく日本で最も文化的に重要な都市に行って、何も面白いものを見なかったと文句を言うことを想像してみてほしい。京都は本当に素晴らしい。頑張って。あなた、靴を舐めてるみたい。歴史があなたの雰囲気を台無しにしている。やばい。バハハハ、これが冗談であることを心から願うよ。京都は間違いなく、この目で見た中で最高の場所だからね。京都は本当に美しく、地元の人々はとても親切だった。日本はアニメで描かれるような国とは全然違う、なんて奇妙なんだ。東京以外の現実の日本は、アニメで描かれるような活気に満ちた超楽しい文化の祭典のようなものではなく、現実の日本は文字通りアラバマのもっと退屈なアジア版だ。日本とはアニメの中にあるものなのだ。日本での生活がアニメではないと気づく瞬間。私はアニメの中で、それと同じように見えて、あまりエキサイティングな出来事が起こらない場所をたくさん見てきたけどね。日本に住んでいて、素晴らしかった。来年また行くつもりだよ。人によって好きなものは違うし、それでいいんだ。人によって、いい場所と感じる場所は違うんだから。心配しないで、あなたの未来がうまくいきますように。これって嵐みたいなものだろう。京都は歴史、建築、文化の豊かな素晴らしい都市だ。それなのに、適当な丘を見せるなんて。旅行前の下調べは本当に重要だ。彼女は日本を非難し、そしてアラバマを非難した。彼女は一挙両得だった。アラバマは最悪じゃない。ここで生まれ育った。最悪だよ。でも、おそらく他の場所よりはマシだろう。フロリダやテキサスよりも、むしろここがいい。アフガニスタンへ行こう。日本の歴史に興味がなければ、京都の魅力は理解できないでしょう。あなたにとって、どこがふさわしい場所なのかわかりません。このレビューの唯一の欠点は、日本人がいかに控えめであるか、特に、
英語のインターネットを利用している人がいかに少ないかを考えると、他の場所でのような激怒を生み出さないということだ。日本には素晴らしい面もあれば、つまらない面もある。ポジティブな面を重視するか、ネガティブな面を重視するかで、人生の満足度は変わってくる。あなたが素晴らしい人生を送れますように。京都は日本で一番好きな場所の一つだった。伏見稲荷は素晴らしかった。皇居の敷地や町のあちこちにあるお寺も美しかった。私が訪れた小さなレストランは美味しかった。10月10日再訪したい。京都は今まで行った中で最も美しく、興味深い場所の一つだった。ただ思いつきで行動するのではなく、計画的に行動することをおすすめする。なぜ日本の田舎に行って、田舎だと怒るのか。京都は都会だし、大阪や東京を選べばいいのに。僕は日本に行ったことがあるけど、人生で最高の経験だったよ。処刑場に行ったのだから、花火やパレードを期待するのか？京都がつまらないんじゃなくて、あなたが京都を理解していない愚かな女だってこと。明らかに注目されたいだけ。彼女は高みの見物で釘付けになった。以上になります。どういう意図で動画を投稿したのかはわかりませんが、この感想を述べるにはあまり適切な動画ではなかったみたいですね。どう思うのかは人によって様々ですが、人生において素晴らしいと思えるものがたくさんある方が幸せなので、そういう意味では残念だなとは思いました。わざわざそのような場所を選んだのは本人ですし、次回がもしあるのなら、素晴らしい場所に出会えるといいですね。感動日本は随時更新中です。チャンネル登録、鈴マークをクリックしていただくと、いち早く動画を視聴することができますので、ご活用ください。評価をコメント欄にいただけたら本当に嬉しいです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。